石井彦久は、日本の裁判官、弁護士、最高裁判所調査官や、仙台地方裁判所長、仙台高等裁判所部総括判事、東北大学大学院法学研究科教授等を経て、東北大学名誉教授、宮城県仙台市出身。宮城県仙台第二高等学校を経て、1966年、東北大学法学部卒業。 東北大学大学院法学、研究科司法学専攻修士課程進学。1967年大学院中退、司法修習生。1969年福島地方裁判所判事補。1972年大阪地方裁判所判事補。1975年鹿児島地方裁判所、名瀬市部長。1976年東京高等裁判所判事、職務大行。 1979年森岡地方裁判所、一ノ関支部長。1981年在庫裁判所調査官。1986年仙台高等裁判所判事。1989年仙台高等裁判所事務局長。1994年仙台地方裁判所部、総括判事。1999年森岡地方裁判所長。 森岡家庭裁判所長。2001年仙台地方裁判所長。2003年仙台高等裁判所部総括判事。2004年東北大学大学院法学研究科総合法制専攻教授。2005年、手志河原共同法律事務所客員弁護士。2011年、東北学院大学大学院法務研究科教授。 2015年東北大学大学院法学研究科総合法制専攻客員教授、放送倫理番組向上機構放送倫理検証委員会委員、宮城テレビ放送番組審議会委員長等も務めた東北大学名誉教授、ありがとうございます。